実力最上位3番湊江、不気味にライン3番手が9番渡辺克弘の体勢、赤番で渡り口を突っ張りながら4番染谷が1番橋本を先に切りました。東日本3人乗り続けている7番宮越4番手、そして2コーナーかます、5番渡り口、4番染谷を下ろしまして5番渡り口の主導権へ、3番湊と9番渡辺勝弘、西日本ラインの先行体制、染谷幸喜受けて4番手となって1番橋本優輝は8番手展開。最終ホームに帰りまして5番渡り口の先行です。ジャン前かました5番渡り口のかまし、そして8番の橋本幸8番手からロングスパート、8番谷田が追走していきまして、合わせながら4番染谷幸喜4番手まくりだ。先頭は5番渡り口、番手3番湊が4番染谷と1番の橋本を牽制しつつ出ていって、9番渡辺勝弘も勝負権。さあ前は3番湊誠司が出た、2番手9番渡辺勝弘、4番染谷幸喜2着争い、渡辺勝成最後並んで5位、3番湊と9番の渡辺。